こんにちは、世界を旅してものづくりすわらじ工房です。はい、今日は、はい、人生100年の時代を生きるメンタルヘルス編。はい、で、私すわらじ工房はですね、2004年からガンジーの思想に基づいてものづくりしておりまして、天然繊維の原産地をめぐって、各地で展示会とかでね、あと中東料理のレシピの公開とかもしてます。で、先日ですね、フリーランスのメリットとして、こう国民年金は全然悪くないよっていうか、 できれば参加した方がいいよみたいなお話したんですけど、でフリーランスのこうデメリットっていうかな、こう全て自己不責任なんですよね。まあいいことも悪いことも全部自分にそのまま返ってくるみたいな感じで、で挫折や失敗の連続なんですね。まあ、先日フリーランスの生き方にたどり着くきっかけとして、こう挫折っていうテーマでご紹介して、でこれなかなか結構好評いただいたんですけど、で今回はじゃあそういう感じでどうやって生きていくかのヒントについてご紹介していきますね。それでですね、メンタルヘルス編として、まあ心理学会でも進めている対策のこう大きな原因として、ストレスの原因を避ける、ストレスの原因イコールストレッサーっていうんですけど、ストレッサーを避ける、まあできれば避けた方がいい、まあこれは当たり前なんですけど、はい。で意外なところで、え、こんなこともストレスなのみたいな感じで、まあ、実はこう知らないうちにストレスを受けてたりするんですね。でもちろんこう生きてて、こうライフイベントといって、こう生きてる上でこうイベントありますよね。例えばなんかこう結婚したりとか、まあ、結婚とか別にしなくても誰かと一緒に住んだりとか、あと仕事変えたりとか仕事始めたりとか、ライフイベントストレスチェックリストっていうのをね、作らせてもらいました。で参考資料としてですね、大阪松陰女子大学の夏目誠さんの研究を参考資料として使わせていただきました。はい、でこれをざざーっと見ていきますとですね、はい、で一番上に来てるのが、まあ、配偶者の死ね、配偶者の死、あと会社の倒産、親族の死亡、離婚とかね、まあ、この辺は結構こうきついストレスなんだなって、ここは、まあ、それは容易に想像つきますよね。夫婦の別居、転職もね、はい、あと自分の病気、まあ、この辺はこう分かる範囲かなって感じで、まあ、それなりにストレスかかりそうかなと思いますよね。で、独立起業する、結構高いですね。フリーランスになるみたいな、脱サラしてフリーランスになるみたいな、結構高いストレスなんだって感じでザザザザーっと来て、こう気になる点として、まあ結構こういい点も入ってるんだなと思って、こう50ぐらいからは子供が独立して家を離れるとか、あと結婚ですね。結婚なんて別にすげえいいことじゃんみたいな思うかもしれないけど、かなり真ん中ぐらいのストレスチェック度に入ってるんですよね。で夫婦喧嘩より結婚の方が上の方のストレスのランクっていうのがすごいですね。で睡眠習慣の大きな変化、これなんか飲み会とか続いたりしたら結構やばそうな感じ、なんかこうバランス崩しそうですよね、こう生活ので。引っ越しもかなり辛いな。私もこれ引っ越しの後とかも結構うつ状態とか続いてて、なかなかこう自分からこう仕事にこう能動的に取り込めなかった時代とか、なんかこうネガティブな思想にとらわれた時とか結構ありましたね。で技術革新のなんか来年かな再来年かな 5G とかなるじゃないですか。でこうインターネットの速度とか著しく変わって、今みたいにこうギガとか気にしなくて動画が見れるようになる時代が、まあ、来るって言われてんですよね。なので私もこういうインフォメーションをなるべくこう動画で保存して、今までの活動の蓄積をなるべくこの動画で保存するようにしてるんですけど、まあ、これも、まあ、進歩に合わせた変化という感じで、まあ、僕にとってもこうストレスっていうか新しい事業の展開みたいな感じなので、まあ、結構大変は大変ですね。で軽度の法律違反、これもね、この間もなんか右折禁止のところかな、なんか雨の日で見えなくてヒューって曲がっちゃって、それでなんか2点取られちゃった。もうほんと、もう仕事で運転してるとまあしょうがないですよね。だって別に運転違反しようと思ってしてるわけじゃないし、そんな無理な運転してるわけじゃないんですけど、で個人的成功、個人的成功ってなんかいいことじゃんみたいに思いますよね。でもなんかそういうのも入ってるんですね。あと仕事の予算の充実とか、あと長期休暇とか、これから夏休み来ますよねっていうか、まあ夏休み関係ねえみたいな、僕だって別に普通に生活してれば全然関係あんまり関係ないんですけど、まあ子供がいらっしゃる方とかね、やっぱりこう夏休みの対策とかね、結構ね今の時期こう頭抱えるっていうかね、悩みどころっていうか、面白いこと いいこと一生の思い出なんですけどね、まあ結構大変は大変ですよね。あと収入の増加、もう最後の方に来て、収入の増加とかもストレスなんだ、
まあこう顕著な例として、なんかいきなり宝くじ当たったみたいな、宝くじ当たったらなんかあんまこう生活のバランスとか、こうなんだろうな、物の価値観のバランスとか崩れて、あんま良くないことが起こるよみたいなね、言い伝えありますけどね。まあそれはこういう数値に現れてるのかなみたいな感じしますね。でまあいろいろ見てきたんですけど、やっぱりこう生きていてこうストレスに合わないなんてまず不可能じゃないですか。当然ですよね。なのでこうストレスに合わないとか絶対安心みたいなのをまずないって思った方がいいと思います。でもですね、まあ、こういう感じでこうストレスチェックリストとかこう、まあ、いろんなこう大学とか発表してるのを見るのは結構興味深いですよね。なんでかというとこう客観的になんかこう自分のこう人生の人生ゲームのボードの上で自分がどこの位置にいるかで、どこの位置にいて、まあ、大体のスパンで、まあ、分かるじゃないですか。突発的なことってもちろんあるんですけど、ああこのライフイベント来たらこれぐらいにストレスかかるな、これかかるなみたいな感じ で必ずかかるのはもちろんかかるので生きている上でしょうがないんですけど、気をつけた方がいいなって僕がこうフリーランスで15年以上やってきて思ったのは、こう必ず来るこう時代のポイントポイントでプラスアルファのストレスで、この多重にストレスがこうかかる状態ですね。その時がすごいやっぱ危ないので、なるべくなんかこう対策っていうかな、このストレスがライフイベントが来るから他のストレスはちょっとかかんないようにしとこうみたいな対策を取る上で結構この有効な手段だと思いますね、こういうシートを見るのは。あとですね、もちろんあの心理学会とかでも進めてるんですけど、定期的な運動ですね。実はなんか僕別にこう運動のエクササイズのとか YouTube で動画で上げたりしてないんですけど、すごい非常に重要だと思います。特にこう室内の作業が多い方とかですね、はい、絶対重要ですよね。だって30代に入ったらもうやった方がいいと思いますね。もう30後半からやる癖つけとかないと大丈夫かなって不安ですね。っていうのは僕もなんかすごい30代前半とかめちゃめちゃこう起業したばかりですごい忙しくて、子供も小さくて、で結構こう体重すごい増加したんですよ。まあ例えば結婚した時から比べて10キロ以上増加したかもしれない。最強65キロありましたからねでまあいろんなストレスとかもあって運動もできなくて、こう業務も多忙で、それでこう体重めっちゃ増加してた時期があって、でもこうなんかこう、まあ、定期的な運動を心がけるようにしてて、例えばこう1日30分ですね、まあ、ちょっと息が切れるような運動ですね。そんなめっちゃハードな運動とかあんましないですよ。それを定期的にやる、必ずやる、できるだけやる、まあ、週6日はやるようにしてるかな、ほとんど週5日、最低でも週5日ですね、はい、それやるとやらないで全然違うと思うんですよね、これからの人生100年時代を生きる上で。あとですね、こうなんかこう一人でもおかしくもなくてもいいので、こう 笑うとかで、笑うヨガとかももう科学的にこう効果が立証されているので、笑うっていうのもね非常にねこうコストかかんないですよね、コスパがいい。で、まあ、先ほどの定期的な運動も、まあ、ライズアップとかなんだろう、そういうとこ行けばこうコストかかるかもしれないけど、別にコストかかんないで、ただこう公園を夕方になったらテケテケテケってちょっと走るぐらいでいいので、この2つとか別になんかこう生活の中でちょっと気をつければもうお金かかんないしいいんじゃないかなと思います。でまあ、自分もこう実践してきて、まあ、効果があったので、まあ、実際にこう体重かなり減ったかな、まあ、減らしすぎも良くないし、なんか痩せる脅迫観念になる必要全然ないと思うんですけど、この2つはやっぱり私実証済みなんでおすすめで、はい。でまとめなんですけど、フリーランスとして生きてて、やっぱりこうサラリーマンと違うのって、まあ、多分サラリーマンとかだとなんかこう大きな失敗とかしたらこうなんかこう昇進に響くっていうか、最後までこうやってって、で年功序列みたいな感じで給料上がって、退社するときに退社金ボーンってもらってリッチになるみたいな感じのライフイメージだと思うんですけど、もし今の現状がこのまま続けば、まあフリーランスってまあその点まあ全然違うっていうか、まあ全部自分のせいっていうか、まあ気楽に見えるかもしれない分、このストレスもそのまあ 100% 自分で受けるっていうか、僕も結構なんかこうストレスに結構弱い方で、なんか口内炎とかの結構できたりはするんですよね。知らず知らずのうちにいろいろなストレス受けて、なのでまあ気をつけるようにはしてます。失敗ってすごいネガティブなイメージじゃないですか。例えばこのまあもちろん良くないことっていうか、辛いは辛いしストレス受けるんですけど、
まあ、失敗から学ぶことってねめちゃくちゃ多いと思うんですよね。まあ、なんかこう別になんか自分で失敗してやろうと思って失敗するわけじゃなくて、よくしていこうと思って失敗するの で 99% の失敗の上に 1% の成功があるよっていう、あの本田宗一郎さんも言ってるじゃないですか。あとまあ本田宗一郎さんちょっと昔だけど、マーク・ザッカーバーグ、 Facebook の創業者ですね。 Done is better than perfect。 完璧になんか物事こなすより、とりあえずやってみて改善していく方がずっとマシなんだ、必ずしもなんかこう失敗をこうネガティブに捉える必要ないんじゃないかなと思ってやっています。まあそうじゃないとやってらんないですからね。でも私もこういつもいつもこの間も挫折の話しましたけど、挫折と失敗ばっかりです。まあでもおかげさまでね、こうやってまあ今生きててこうやって話もできるので、まあこれからも失敗したらまた改善して、失敗したらまた改善してって言って続けていきたいと思います。でこれからあのヘンプフェアナチュラルハーモニックプランツに納品搬入行ってきます。で週末はあのね店頭に立たせていただくことも多いので、7月いっぱいですね。これからまあもしよかったらね、展示期間中とか遊びに来てくださいね。それではまた失礼します。